どんな監督ですか、アンジェさんは。結構選手と一線を置くんですよ。もうライバルのレンジャーズとのオールドファームダービー、2ゴール1アシスト、あの試合はご自身の中ではどんな評価ですか。まあなんかあの試合に限ってはこう神がいたって僕はスコットランドに行くじゃないですか、はい、名門セルティック、はい、これ移籍の決め手は何だったんですか。特にこれっていうのはなかったですね。ただこうオファーをもらって、うん、まあ、監督もアンジェさんで日本でやられて、うん、まあ、日本人のすごい理解もあって、うん、まあ、セルティック名門っていうのもあったんで断る理由はないな。あ、オファーもらった時点で、はい、ああもうこれ行こうと、はい、まあ、その時僕も海外に行きたいって思いがあって、うんうん、僕からしたら好条件はないのかなと思って、うん、もうこれは行こうっていう感じでした。どんなラブレターが届いたんですか。いや特になかった。ただ監督がすごい欲しいっていうのを聞いてたんで、うん、スカウトが欲しいと監督が欲しいって結構違うじゃないですか、うん、違いますね。だから監督が欲しいって言ってくれてたんで、うん、それだったらチャレンジしてもいいんじゃないかなっていう感じで、なんかその監督が欲しいっていうそのなんかこうあれをすごい強く感じたんで、話してて。でも僕はあの記事を読んでて、はい、日本代表を目指すんじゃなくて、はい、チャンピオンズリーグを目指しなさいっていうことを、はい、川口修さんに言われたっていう、はい、これはやっぱり常に意識してることなんですか。もうそれ言われた時から、うん、めちゃめちゃ意識はしてました、うん、やっぱりこう日本代表ももちろん特別な場所ですし、うん、選ばれたらすごい光栄なことなんですけど、うん、ただチャンピオンズリーグってやっぱこうヨーロッパの本当にこう、うん、トップレベルの選手が集まってやる大会じゃないですか、うん、やっぱそこに出ろって言われた時は、うん、まあ、僕もそこに出たいっていう思いは強くなりました。そういう目標設定をしてくれたじゃないですけど、うん、そのおかげでこう僕また新たにこう高い目標を立てれたんで、うん、すごい今ではありがたいですけどね。あ、まあ、あの初めて海外リーグの、はい、まあ、チームにこう合流するじゃないですか、はい、これなんか感じたことあります、日本から離れて。やっぱでも寂しかった、ね、寂しかった。あの結構家族も、うん、友達もいなかったんで、うん、まあ最初の1ヶ月なんかどっかに居候してたっていう話があるんですけど。いや1ヶ月じゃないんですよ。1ヶ月じゃないの。僕1月の上、はい、4日とか5日に行って、うん、自分の家に住み出したのが、うん、3月の終わり、うん、中旬とかだったんですよ。それまでホテルと、うん、通訳さんの家に居候させてもらって寂しくて。いやもうホテルにいられなくて、うん、もうなんかロビーとか戻るときに、うん、まあ、ファンの人とかもいるし誰かしらに会うんですよ。それがすごいストレスになっちゃって、うん、レンジャーズ戦終わった日に、うん、ホテル脱出して抜け出して抜け出して通訳さんの家に居候させてもらったんです、ね。はい、あの2021年の12月31日に移籍が発表されたじゃないですか、はい、ハイバーニャンとの試合に出るわけですよね。1月17日に出るじゃないですか、はいはい、まあ、2週間ぐらいの間で試合出るわけですよね、はい、で初先発して、はい、マン・オブ・ザ・マッチ取っちゃって、はい、次の試合も1月26日、はいはい、こうコンスタントにこう試合にこうスッと入り込んでいくっていうか、なんでそんなうまく入れたんですか。でも一番大きいのはやっぱ監督だったんじゃないですか、うん、監督が使いたいっていう思いもありましたし、うん、理解をしてくれたっていうのもありましたし、うん、まあ、ただやっぱりこう行って試合、うん、それこそ初戦のハイバーニア戦終わるまでは、うん、よそ者じゃないですけど、うん、本当に外国の選手って結構挨拶が全然違うんですよ、うん、試合出る前はおはようって言っておいみたいな感じなんですけど、うん、もうそのハイバーニア戦終わってからは、うん、もうおいみたいな明らかに違うなと思ってそんな感じなんですよ本当に。え、それは結果を出したから。いや、そうです。だからチームの一員って認めてくれたんじゃないですかね。あ、それは結構感じましたね。で、あの同じチームに所属している、はい、まあ、古橋選手、はい、井出口選手、はい、あと前田選手ですね、はい、これどんな関係なんですか。年も近いですよね。そうですね、大然は同い年で、うん、陽介くんが1個上で、うん、京吾くんが3つ4つ上なんで、うん、まあそれなりに近いんで、うん、
まあでもやっぱりこう僕はすごく助かってるというか、うんうんまあ、結構同じチームに日本人がいるの良くないって言われますけど、うん、やっぱりこう結構苦しい時とかやっぱ話せますし、うん、本音も言えるんでありがたいですし、まあ、ただやっぱりこうあんまり近づきすぎるとやっぱこう向こうの選手から話しかけられないっていうのを聞いたんで、うん、すごい難しいですね。だからそれこそ前泊とかで食事会場の時は結構一緒にいるっすけど、ジムの時とかは結構向こうの選手とかと話したりとかしてとかやってるんで距離感はすごい難しいです。ただ本当にありがたいですね、いてくれるのは。はい、仲いいですか4人。仲いいですね。やっぱ大前は同い年なんで、うん、結構話ロッカーも一緒なんですよ。なんかロッカー今いろいろ分かれてて、うん、で大前とはロッカー同じなんで、うん、大前とはもう結構いる時間は長いです。へえ、はい、先ほど監督の話出ましたけれども、はい、どんな監督ですかアンジェさんは。結構選手と一線を置くんですよ。うん、練習中とかあんまっていうかもうほぼ喋んないですよ。え、練習はもう口出し一切しないです。ずっと見てる。それコーチに任せてる。そうっす。まあ試合の前とか試合の時はアンジェさんが話しますけど、うん、ほんと一線を置いてて、うん、なんかそれもその市場で選手を選びたくないらしくて、こうやっぱこう選手のコンディションを見て選びたいって言って、ある一定のところは超えないっていうのは聞いてたんで、選手からしたらありがたいというか、うんうんうん、やっぱこういい時はいい、悪い時は悪いでしっかり言ってくれるんで、評価基準がねちゃんとしてる、してると分かりやすいよね。分かりやすいです。だから頑張ればいいってなるじゃないですか、うん、もう本当に練習からしっかりやってれば試合出れるんで、うん、コンディションもしっかり上げて。そうっす。おー面白い、いいですね。結構こう僕が考える毎回の練習毎試合を大事にしていくっていう考えをアンジェさんも持ってるんで、うん、そういうところも結構こう僕はこうリスペクトするというか、サッカーに対する姿勢だったり、うん、そういうところはすごく勉強になります。でね、もうライバルのレンジャーズとのオールドファームダービー2ゴール1アシスト、はい、あの試合はご自身の中ではどんな評価ですか。結果が出てくれたのはすごく嬉しかったですし、うん、まあ、ただやっぱり他のプレーのところではどうしてもまだ慣れてないとか、うん、ボール失ってるとかはあったっすけど、うん、ただ行ってすぐのダービーで結果を残せたことはすごく良かったなと思ってますし、うん、まあなんかあの試合に限ってはこう神がいたって僕は結構言ってるんですよ、もういろんな人に、うんうん、あの試合はなんか多分僕が今までこういろいろこうやってきたのをこう見てくれてて、うん、それのご褒美じゃないですけど、うん、くれたって思ってる。まあいろんな大一番って言われるところで力発揮する印象があるんですけど、はい、ご自身の中でメンタル面で意識してるとか、何がそう大一番で活躍させるこう秘訣というか要因というか。大一番だからといって別によしやってやろうっていうのもないですし、うん、いつもやってることをやろうって思ってるんで、うん、なんかそこまで僕は意識したことないですけど、うん、ただやっぱりどうしてもこう体とかが結構いい状態にはいってるんじゃないですか。こう緊張とこうワクワクじゃない楽しさがこうリンクしてるんじゃないかなっていうのはすごい思います。海外に行ってからこう成長してるなって思う部分ありますか。プレー面はもう本当にレベルが高い低いじゃなく、うん、やっぱやってるサッカーが違うんで、うん、日本とは、うんうん、細かいこと言ったらピッチの芝の長さ、地面のこう濡れ具合というか、うん、向こう晴れないんでもうずっとぐちょぐちょなんですよ、うん、とかもうキリがないんですけど、やっぱそういうところの対応力じゃないですけど、うん、そういうところはすごい身につきましたし、うん、またこうアンジェさんの指導の下で、うん、こうまあ、インサイドハーフって結構こう求められることが多くて、うん、フリーになれるポジションを常に探せってすごく言われてて、うん、そういうところをこう探す力とかもすごくついてきたなって実感しますし、うん、まあ、ただそのプレー以外にやっぱこう人としてじゃないですけど、うん、行ってからこういろんな経験をしたからこそ一皮むけたかなっていう感じはすごいしますね。でここから日本代表について最後お聞きしたいんですけど、はい、2021年11月に、まあ、日本代表に初選出、はい、フル代表ですね、はい、でワールドカップ最終予選もこう名を連ねて、はい、まあ、日本代表に
A 代表に入りました、はい、フル代表に入って感じたことみたいなのあります？入り続けたいというか、うん、まだ全然試合も出てないですけど、出てない僕ですらプレッシャーは感じましたし、うん、絶対に勝たないといけないっていうそのプレッシャー、うん、でも入ればすごく光栄なことというか、日本を代表して戦えるってなかなか経験できないことじゃないですか、うん、まあ、そこに立ちたいというか、うん、そういう全てをひっくるめてなんか入り続けたいところだなっていうのはすごい感じました。まあ、今年カタールのあるじゃないですか、はい、ここはご自身は間違いなく狙ってる意識はしますけど、ただオリンピックの時もそうだったんですけど、うん、あんまりそこに目標を立てないで、うん、日々の練習から試合の積み重ねが結局そういう舞台に立てることだと思ってるんで、うん、あんまりそこにフォーカスしすぎず、うん、まあ、意識はしてますもちろん、うんうんうん、ただ毎日の練習と試合を頑張った先にそういうワールドカップカタールがあると思ってるんで、うん、やっぱりこう1シーズン半こう戦ってちょっと長かったじゃないですか、はいはい、やっぱ終盤の方は疲れとかもあったんですか？いやもうなんか自分の体じゃないっていう感じがすごいして、いつもだったらいけるのに足が出ないとか、うん、いけないとか、うんうんうん、自分らしくないボールロストも多くて、うん、結構だからその1シーズン戦ってプラス半シーズンっていうところはやっぱすごく難しかったなっていうのは感じますね、うん、フルフルで精神的にもそして移籍もして、はい、違う環境行って、はい、じゃあこのオフを挟んで、はい、充電をしっかりとして、はい、次のシーズンに臨むと。はい、そうですね。どうですか、来シーズンの意気込みみたいな。チャンピオンズリーグを直接出れる権利を得たんで、うん、やっぱチャンピオンズリーグで何が何でも自分のプレーをしたい、うん、でチームを勝たせるじゃないですけど、うん、勝ちたい、うん、確か中村俊輔さんがいた時に、うん、チャンピオンズリーグ多分ベスト16に進出して、うん、多分16で負けてるんですよね、うん、だからセルティック日本人としては16まで行ってると思うんですよ、うん、ただその上は行けてないと思うんで、うん、その上は目指したいっていうのは強く思いますし、僕自身としては1シーズンフルで戦うのが初めてになるんで、うん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 、コンディションを昨シーズン残り半分で落としたもありますけど、うん、落とさずフルで戦って怪我なく頑張りたいなと思います。いやもうものすごく楽しみですね。いやということで今回は旗手選手と旗手レオのこれまでのまあ、サッカー人生を振り返ってきました、はいはい、このオフの期間に時間を作っていただいてありがとうございました、はいはいはい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？いや面白いね。いや面白かったっすね。いややっぱさ首が太いねハンマーバキみたいなさあれが海外でも通用する体なんだなっていう感じが、ね、すごいがっしりしてるしね。そこに柔軟性のピラティスでしょどこまで進化するんだろうねでもやっぱメンタル面のさ強さっていうのは芯がすごくあるじゃない。で悔しい思いとかをしながらこう成長してきてるんだろうなって思うんだけど、まあ、そんな中でもさリアクション、まあ、ここがやっぱ強いんだろうね。その後に自分が何しなきゃいけないのか、もう日々のトレーニング、もうねそれをずっと言ってたけど、やっぱこれがね彼の強さなんだろうね。貴重な話がね、良かったですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。